だから創価学会の魔術はないですから、はい、その魔術とかそういったものを信じるようになったら真実から離れてるということで、はい、ですからその魔術はダメです。科学崇拝も魔術なんだよね。科学と魔術の特徴があって、それに通用した人が同じインプットをすれば同じアウトプットが出てくるのが魔術だから。魔術の特徴は法則性だから。だから牛の国参りで、牛の国で呪いの藁人形で100日通ってやれば必ず効果があるっていう。だから魔術はだからキリスト教が当初魔術を嫌ったっていうのは、その組み立て科学を嫌ったのはその組み立てが魔術に似てるからなんですよ。その秘術を身につけたものが必ず同じ結果を出すと。ところが信心って違うでしょ。日々それこそ皆さん仏壇に向かってやっぱり自分の思いということをやったって、毎回日々違う結果が出てくると。で同じことを願ってもその結果っていうのはみんなが同じにならないでしょ。だから信心ってのは面白いし重要なんですよ。毎回違う結果が出てくるのが信仰なの。だ逆に物理が進んできて量子力学が出てくることによって、そこのところはインプットとアウトプットが対応しないのが状態だっていうことで、量子の世界になると我々の真実の世界に近くなるんだけどね。だからある人は創価学会の真実に入る理由っていうのは、信頼してる人間が貸した金返してこないんだと。この信心すれば返してくるかって返ってきたと。それが威風堂々の歌につながると。しかし借金は返ってこなかった人いるかもしれないと。しかし信心をしているうちに、今度は仕事の中で大きな成果を上げて、その借金は返ってこなかったけども、それをはるかに超える収入を得ることができたと、こういう人もいると。そうすると今自分がある経済問題、それを解決すると。だから同じ信じてる人にお金を持ち逃げされたっていう場合でも、その信心で祈りの効果は違うかもしれない。しかし現在の人は必ずその問題は解決する。科学的な因果ではないの。だからいや今日はちょっと朝ゴンギョしなかったんだけども、明日まとめて2回分やりますからって、時間倍でと、効果一緒でしょうと、これじゃダメでしょ。だからそこのところっていうのが科学の発想と違うことなのよ。